さあ次は鬼石坊主地獄です。このボコボコ出てるのが坊主の頭みたいだから坊主地獄って言うんだと思います。確かそういう風に小学校の修学旅行の時に聞いたような気がしますね。みんなスタンプをしてますけど、なんかスタンプラリーの紙どっかでなくしちゃったんですよね。多分かまど地獄に卵食べた時に置き忘れたんだと思うんですけど、鬼の高いびきだそうです。ゴーという音がそういうことなんですかね。鬼石坊主地獄、位がここに書かれてますね。足湯ですね。こういうの昔なかったと思うんですけど、ちょっとまあ新しい名ですね、作られたばっかり。今足湯流行ってるからですね。さあ次はですね、海地獄の方にやってきました。海地獄です。熱帯性の水蓮だそうです。お、なんか魚、魚じゃない、虫か。これはオオニバスですね。アマゾンの方とかにあるやつですね。なんか人が乗れるとかいう話があったりするんですけど、それあれですよね、嘘ですね、ガセネタですよね。人は多分乗れません。温室があるみたいですね。地獄噴気利用温室。
青というか紫っぽいのとピンク色の2種類ありますね。これはハイビスカスですかね。綺麗ですね。バナナ、バナナになってます。まだ食べられるサイズじゃないですね。 あっちのやつは結構大きいですね。通行止めになってて入れないですね。